こんにちはよですそれでは今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマはこれですね。持続化給付金。不正に起こるだけだと見逃してしまう大事なポイントを解説と。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。質問いただきました。いつも動画ありがとうございます。最近、郵便局員がまた不正をしたというニュースを見ました。コロナに関する給付金を悪用しているらしいです。 内容がいまいちわからないのですが、困っている人のための給付金を不正受給しているのだとしたら、とても許せません。どういった不正をしているのか、ぜひ動画で解説してほしいです。と。こういう質問いただきましたんでね、結論から言いたいと思います。この動画では、かんぽ生命の社員郵便局員による持続化給付金の不正受給問題を解説したいと思います。コロナの影響でいろいろと苦しんでいる人も多いと思うんで、不正受給って聞けばね、腹が立つのは僕もよくわかるんですね。ただ、一方で、 このニュースには不正受給そのもの以外にも注目ポイントが含まれているんですね。なんでこの動画では、一つ目、不正受給問題の概要と、二つ目、この問題から学びたいこと、この二点について解説したいと思います。不正にただ憤りを感じるだけじゃなくって、自分の人生にプラスになる情報をどう取り入れるか、どう生かすか、そういった視点も持ちつつ、ぜひ最後まで見て参考にしていただければと嬉しいです。ということでね、えー、解説いきましょう。まず、持続化給付金の不正受給問題についてですね。 まず、持続化給付金とは何かということで、まあ、ニュースでね、よく聞いてますんで、えー、名前は知ってるって方多いと思うんですけど、経済産業省によれば、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給しますっていうことで、もう相変わらずね、もう分かりにくく書いたのかなっていうぐらい、硬い文章で分かりにくいですよね。 要するにどういうことかっていうとコロナで困っている事業者のための給付金だよとコロナの影響で売上が半分以下になった事業者は個人事業者等の場合で最大100万円受け取ることができるんだよと法人の場合は200万円なんですけどねでこういう給付金なんだよとじゃあなんでかんぽ生命の社員とか郵便局員が事業者のための給付金であるはずの持続化給付金と関係するのかとここにちょっとしたからくりがあるんですね、えー、彼ら営業担当者を受け取っている報酬を 固定給の部分は給与所得として、営業手当のところは事業所得として、これら2つに分けて税務申告していたんですね。で事業所得があるってことは事業者なんで、もしコロナの影響で事業所得が減ったなら、持続化給付金が受け取れると。彼らはサラリーマンであると同時に事業者でもある。そういう理屈なんですね。じゃあ、今回一体何が問題になっているのかってことなんですけど、それは彼らの事業所得が減った原因は、ここですね。 コロナじゃなくて、販売不正からの営業自粛なのじゃないかっていう、こういうことですね。んぽ生命を倒産させる方法っていう過去の動画でもね、話したんですけどえ、嘘の説明をして契約させたりとか、保険料の二重徴収を行ったりとか、条件の悪い契約に無理に乗り換えさせたり、こうした結果、行政処分、営業自粛、つまり、え自業自得でえ事業所得が減ったんでしょっていう、そういうことなんですよね。 自分たちの不正が原因の収入源なのにコロナの影響を受ける人のための持続化給付金を受け取ろうなんてそんなのおかしくないかっていうこういう話なわけです。日本郵政も社内調査を開始したと 適切でない申請、受給が確認されれば申請の取り下げ、給付金の変化を求めるらしいです。また、日本郵便は局員向けに不正受給が発覚すれば、中小企業庁からの事情聴取、事業所への立ち入り,ケースで立ち入り調査、薬質なら刑事告発などがありうるって警告を出しているそうですね。とはいえなんですけど、現実には不正受給かどうかを明確にするのは非常に難しいっていう話もあるんですね。もともと販売不正から営業自粛になっていたのは全ての保険ではないと。 子生命以外の保険については営業を継続していたものもあるんですねコロナの影響でこれらについても営業できなくなっただから販売不正による営業自粛それによっての減収とコロナの影響による減収これを分けるのは非常に困難というわけですねで、僕の感想としては 法的にはともかく道義的には問題あるかなーってそういう感じですねもちろん郵便局員さんとかかんぽ生命の社員さんの中にも販売不正なんかやってなかったなのに収入が減って困ってるっていう人もいると思うんですね実際コロナの影響で困っている面もあるかもしれないとただどう考えても普通に事業をやっていてコロナの影響で減収した人たち例えば飲食店とか有供施設の人たちとは状況が同じではないですよねまずここですねこれが持続化給付金の不正受給問題と 次にこの不正受給問題から学びたいことについて話したいんですけどもしも不正受給があったとすれば腹が立つのは当たり前なんですね、えー、でも建設的な表現の仕方には工夫がいるし誹謗,中傷、えー、誹謗中傷になってしまうのはダメなんですけど起こること自体が悪いことだとは僕自身は思わないです別にこるときは起こってもいいとおかしいことはおかしい頭にくることは頭に来るしい言いたいことは言わせてもらうそういう気持ちをきちんと認めていくっていうのはこれは自分のために必要なことだと思うんですね とはいえ、今回の問題には、不正受給以外にもぜひ注目してほしいポイントがあるんですね。それが、所得使い分けのメリットと。ここですね。今回の一番のテーマはね、ここです。えー、かんぽ生命や郵便局で営業を担当していた人たちは、受け取る報酬を、給与所得と事業所得、この二つに分けて税務申告していたそうです、えー。会社員が会社から給料をもらう場合っていうのは、間違いなく給与所得一本なんですけど、もし、 会社から事業所得として申告していいよって言われたらどうしますか皆さん、まあ、できるできないは置いておいてもし申告していいよと事業所得として申告していいよって言われたら皆さんどうしますかすぐにメリット思いつきますかこれがパッと答えられた人はマネーリテラシーが上がってる証拠ですね 報酬を給与所得と事業所得の2つに分けることがもしできると2つの大きなメリットがあるんですね、えー、それを順番に話したいんですけどメリットその1と節税できること事業所得があると税金的にはメリットが受けやすいんですね 青色申告特別控除だったり経費の計上こういった節税方法が利用できると青色申告特別控除っていうのは複式簿記で帳簿をつけて期限内に e-tax で確定申告をして申告の時に決算書を添付するとこれらの条件を満たすと65万円分か65万円かける税率分ですね税金が安くなる仕組みなんですねこれだけで10万円以上の節税ができるケースも全く珍しくないとこれだけで月の手取りが約1万円増えるかもって考えたらこれはねかなり魅力的ですよね 経費の形状っていうのは何かっていうと、事業に関係するお金を使ったら、経費として処理することで、経費かける税率分、税金が安くなるっていう話ですね。例えば、家の中のスペースの2割を事業で使ってるから、パソコン置いてるよねとかね、何か物置いてるよねとか、だから2割を事業で使ってるから、家賃の2割は事業経費とか、えー、パソコン、スマホとかのね、通信料の6割は事業用だから、通信費の6割は事業の経費とか、この本は事業の勉強のために買った本だから、書籍代は事業経費とか、 こんな感じでね考えていくとどんどん税金っていうのは安くなっていくんですね。 で次にねメリット2です。社会保険料が安くて済むこと。会社員の場合え健康保険も介護保険も年金保険も雇用保険も基本的に全て給与によって決まるんですね。だから例えば同じ所得500万円でも A さんは給料所得が500万円 B さんは給与所得が300万円プラス事業所得200万円合計にすると2人ともに500万円なんですけど社会保険料が全く A さんと B さんで変わってくるんですね。 この2人の場合だと A さんは500万円に対して社会保険料がかかるんですけど B さんは300万円の給与所得の分にしか社会保険料がかからないということで月の手取りが2万円ぐらいだいたい変わってくるはずなんですねめちゃくちゃ大きいですよねちなみに所得1000万になった場合 A さんの給料がもし所得1000万は給与所得だけで1000万 B さんが給与所得300万円に700万円の事業所得こうだった場合っていうのはもうその差はね73万円変わってくると社会保険料が月6万円ぐらい も手取りが変わってくるってことででででざっくり計算すすけどねね非常に大きいですよ、ね、でこの節税と安い社会保険というメリットは副業等で事業所得を作らない限り普通の会社員は得ることができないんですね。担保生命や郵便局の人たちは営業手当を事業所得に計上することで節税できてたみたいですね。えー、作家の立花明さんなんかもここですね。 サラリーマンが生活費を事業所得で受け取ることを税務当局は認めているっていうね点に着目して興味深いってつぶやかれていますね。僕も同じくなんですけど、ここについてはとってもね、興味深いなーっていう風には、えー、感じるかなーってところです。というところでね、まとめに行きたいんですけど、ニュースから自分のメリットにつなげようと。 持続化給付金の不正受給問題で一番注目してほしいのは所得使い分けのメリットなんですね事業所得と給与所得を持つことで節税ができるし社会保険料を安くできると毎年手取り収入が何十万円単位で変わってくる話だからこれはスルーしてしまうのはもったいないよとサラリーマンは副業を始めることでフリーランスは法人を作ることでこのメリットを受けられるようになるんですね どっちも難しそうに聞こえるかもしれないんですけど、実際は全然そんなことないんです。ちょっとした知識とちょっとした行動力。これだけあれば、皆さんも所得使い分けのメリットを得られるようになる。こういった仕組みを理解できると、A さんと B さん、同じ年収なのに手取りが30万円、40万円違うっていったことが平気どこってくるんですね。この差額を年利5%で運用できたら、30年後にはもうそれだけで2500万円になってきますから。 とは言ってもなんですけどフリーランスがじゃあどうやって法人作ればいいのとかもう法人作るとか難しすぎるとかサラリーマンが事業所得作るのは一体どうやってやったらいいのとかね YouTube でずっと過去にも配信してるんですけどそれでもやっぱり私の場合どうなのとか本当に合ってるのみたいなね YouTube の情報だけでは動き出しにくいっていう人のために個別具体的な知識が得られて行動のための後押しも受けられるオンラインコミュニティリベシティっていうのもね運営してますんで、えー、気になる人はぜひ参加して自分のメリットにつなげてみてください一回試しにね か 1> 1月ら無料で試せますから今の状態だったら、えー、貯める力、稼ぐ力、増やす力、守る力、使う力で5つの力、お金にまつわる5つの力がありますけど、これを育てるバーとしてやってますんで、この動画の概要欄から飛べるようになってますんでね、えー、ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。実際、宣伝かよって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、本当に1000円とかでこれだけの価値が得られるバーって本1冊より安いわけですから、飲みに行くのも飲みに行けませんからね、1000円だったら、友達とご飯行くのもできないということで、えー、本当にね、1000円以上 以上の価値は十分あるバーだと思いますのでぜひ、えー、有効活用してほしいなと思います。ということで以上を参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。でリベ大書籍、6月19日発売しますのでぜひ手に取ってみていただければと思います。今日が人生で一番若い日です。人はニュースに触れた時、許せないとか悲しいとかつい感情だけで捉えてしまいがちなんです。それも大切なんですけど、ニュースの意図とか自分ごととしてのメリットや学びにもつなげる視点っていうのも持っていただければ嬉しいかなと思います。ということで これからもしっかり学んで行動して自由への道歩んでいきましょう。というところで終わりたいと思います。今日もありがとうございました